こんにちは。誰でも Python チャレンジ。誰パイ。はい、えー。続きをやりましょう。この間はアストリームリットで、えー、なんか、なぜかちゃんと動かないという話をしましたね。もうそう、単純なものです。ちょっと、もう一回だけ走らせてみましょう。これ、えっ、ー、とあ、それからアンスもプリントした方がいいですよね。だから、ここは、カッコアンス、カッコインプ。はい。こんな感じでちょっとやってみましょう。これで、えー、セーブして、走らせます。えっ、ー、と。 おっとこういうことがあるんですよね。えー、どうしたらいいんですかえー、っと。はい、えー、やってみましょう。はい、えー、っと、ここで、これで実行しますね。そうすると、えー、どうやったかっていうと、はいえー、5の2乗はっていうことで、25って入れます。 この瞬間は5と25ですね。チェックを押すと、はい、ロング、999、カッコの中は空っぽ、いずな、the square root of 2。ここがすでに2に変わって、ここがすでに空っぽになっているので、空っぽだから99。つまり、えこの間も最後に言いましたが、えー、このボタンを押すと先頭から実行し直すという問題があったということです。はい。じゃあ、これをどうするか。はい、今日やりましょう。どんどん行きます。はい。 実は状態を保存するためのセッションステート、st. セッションステートというものを利用します。じゃあ、ここやっていきましょう。えー、と、まずこれはこうしまして、えー、と、どうしましょうかね。じゃあ、これを、えっ、ー、と、まあ、せっかくですので、じゃあ、セ a ブアズ217、え a、ー、セ e ブアズ217の、えー、スクエアクイズにしましょう。はい。じゃあ、これをどんどんやっていきます。まず、どうするかというと、 えー、問題1、問題の X が不使用である初回だけ正解アスクにて状態 X を用意するということです。もうどんどんやっていきましょう。つまり、ここでよく使われるのは、ちょっとここにたくさん場所を空けておきましょうね。まず、ポンちゃんにやることは、えー、ちょっとここにスペースを打って、本体。本体でやることは、IfNot。 で、えー、こういうふうにシングルコートします。i n s t s e s s i o n s t a t e これで、x がまだ定義されていなければという意味になります。な,すなければ、じゃあ、えー、ask にて問題を用意するということにしましょう。じゃあ、ask というのは何か ?ask はこれより前に定義することになります。ここで、 デフの問題を作るところですね。アスクという関数は、まず、x、そうですね、えー、っと、s t ド e s s i o n s t a t e の x。これで、セッションステートの中の x というエントリーになります。で、これは、これですね。えー、こいつをコピーしてきて、ここに置きます。ついでに、x というローカル 変数にも入れておきます。まあ、あこんなもんですね。そして、えー、メッセージを用意します。メッセージは、まあ、こんなもんでいいですか。これを使いましょうか。はい。えー、メッセージ、イコール、えー、スクエアルートオブ、ワリズスクエアルート。ワリズザスクエアルートオブ X ですね。はい。そして、 えー、st.txtinput を使いますがここではメッセージを表示した後まず空っぽのスペースを用意しますこれがしょ初期的なスペースの中身ですねそしてどこに答えを入れるかというのでキーイコールじゃあこれインプにしましょう、はい、これを真似してくださいそして onChange、まあ えー、エントリーキーを入れるのではなくて、うん、キャレジ、えー、エンターキーで入れることにします。で、エンターキーが入ったら、チェック。関数に飛ぶ。こういう書き方をします。いいですね。つまり、入力時、回答を状態、インプを入れる。そして、ST、テキストメッセージ、 空っぽの文字列、キーイコールインプ。オンチェンジでチェック関数を呼ぶ。こういうふうに書きます。次、最後判定のチェック関数を書きます。Def のチェック関数。これは何をするかというと、ここで答えが入ると呼ばれるわけですね。そうすると、まず、X を思い出します。X はこれです。st.cessionstateX。それから、 インプを入れられたものを思い出します。これは、ここに入るんですね。なので、同じく st.cessionstate のインプに入っています。こうなります。ということで、あとは、まあ、そうですね。正解1をかん計算しておきましょうか。正解は x×x ですね。そして、これで、あとは、えー、if 文を書くことになります。いいですね。 If? えー、そうですね、さっきと同じで、メッセージな正解の時のメッセージに入れまし、先に入れときましょうか。えー、これをメッセージ入れといて、メッセージはコレクト。インプイースタスクエアルートオブエックス。これでいいですね。もし間違っていたら、違うものを書きます。 えー、if、えー、と、どうするんですったっけえー、int のインプが is not a n s であれば、はい、この場合だけは同じくメッセージ、こんな感じ。これを書きましょう。違うときは wrong。 えー、imp is not the square root of x. これでいいですね。はい。まあこんな感じでいいと思います。まあ書き直します。そして、いずれにせよ st.right してメッセージ。そして、まあセッションステートの場所を空っぽにしておきます。 ステイトのインプを、これは空っぽにしておきます。そして s t ットボタンネクストボタンを用意します。で、これはオンクリックで、アスクに飛ぶと。こういうふうにやります。もうこれだけです。これだけですっても結構ややこしかったですけど、後ろは入れなくなります。後で比較してみてください。はい、これでやってみましょう。 えー、つまり、毎回これは実回実行されます。でも、何もしないわけですよね。初回だけこれをやります。2回以降は、このチェックとインプ中を飛びます。飛ぶことになります。はい。これをセーブして、実行しましょう。L217。ストリームリットの L217。はい。実行します。いいですね。 What is the square of 4?16。そして、リターン。間違えました。16。エンターあ、どっかで、図図を間違えましたね。えー、アンスですね。えー、っと、どこですかインプイズノットここですね。アンスここですね。はい、ちょっとやり直します。セーブして読み直します。 はい。what is the square root of 8?64 ですね。リターン。あ、なんか間違えました。リランして。これで、なんか時々これがうまくいかない。あ、ダメですね。ちょっと一回殺してからやりましょう。一回殺してから、もう一回読みます。そうすると、16。はい、いいですね。Correct。 あ、まあ、F 文字列にするの忘れてましたね。そこを直しましょう。これ F 文字列にするの忘れてました。こっちもそうですね。はい。セーブして、リランします。はい。あれ何回もいかないはい。Where is the square root of 5?25。はい。これ25 is the square of 5、OK、NEXT ボタン。はい、5の、また25出ました。はい、リターン。いいですね。うまくいってます。16。OK です。いいですね。な、なぜか同じ問題が2回伸びますね。大丈夫かあ、いいですね。えー、81。間違えてみますかはい、間違えてみましょう。2人が4、7とか打っています。 いいですね。OK です。じゃあ、ほとんどいいですね。はい。いいと思います、えー。じゃあ、これでいいと思います。なぜうまくいくか。自分でいろいろ試してみてください。ここを消したらどうなるか。これをやったらどうなるか。えー、変えてみると面白いと思います。ということで、これで初めて、えー 簡単な2乗を求める Web アプリができました。じゃあ次はこれをこの考え方を利用してぜひ暗算ゲーム昔やりましたね。x の値と y の値をランダムに作り出してまあ足し算をするあるいは掛け算でもいいんですけどそういう問題をやってみてください。何でしたら問題番号とそれから正解数を、えー、表示するようにもしてみてください。はい。次回これを確認してみたいと思います。 こういう簡単なものでうまくいくこと。ぜひ、このアスクと、えー、チェック、そしてオンチェンジとオンクリック、ここら辺を、えー、慣れていただけると、いろいろ作れると思います。はい、また見てください。さよなら。